ピカソ美術館はフランスの首都パリの3区にある美術館。パリ国立ピカソ美術館ともいう。エントランス階段ホールピカソ美術館は、その名の通り画家パブロピカソの作品を収蔵、展示している国立美術館でパリ3区の南部に位置している。その収蔵品はピカソの遺族が相続税として物納した作品が中心となっており、 1973年に死去したピカソが最後まで手元に留めていた貴重なものが多い。青の時代と呼ばれている初期の代表作、自画像をはじめとして、遠い椅子のある生物、肘掛け椅子に座るオルガの肖像、浜辺をかける二人の女、牧ンパンの笛、ドラマールの肖像、プンなどを収蔵している。美術館の建物は、もともと遠征長州館の邸宅であったことから、 ホテルセイルと呼ばれる。1656年から1659年にかけて建築家、ジャン・ドブイエによって建設され、歴史的な建造物として1964年、パリ市に買収された。その後、ピカソの作品群を収めた美術館への転用が計画され、1976年、コンペで選ばれた建築家のロラン、シムネが改修を担当し、ディエゴ・ジャコメッティが、 シャンデリアや椅子、テーブルなどのデザインを担当した。改修工事の後、1985年、美術館は開館の運びとなった。ピカソ美術館は、絵画、彫刻、デッサン、陶器、版画のほか、直筆の書簡や写真なども収めており、収蔵数は約5000点に及ぶ。ピカソの作品だけではなく、彼自身が収集したブラック、セザンヌ、ドガ、 マーティスなどの作品も所蔵している。作品は青の時代、バラ色の時代、キュビズム、新古典主義、シュルレアリスムと年代順に展示されており、ピカソの画風の変化をたどることができる。庭園には彼の制作した彫刻が配置されている。2009年から美術館が改修され、これを機に収蔵品の世界巡回展が開催された。日本での開催はマドリード、 アブダビに次ぐ開催となり、2008年10月4日から12月14日まで、東京の国立新美術館で巨匠ピカソ愛と創造の軌跡と題して、また、同じく東京のサントリー美術館で巨匠ピカソ魂のポートレートと題して、2つの美術館で同時開催となった。出品は両館合わせて約230点に上り、僕審判の増え、 ドラマールの肖像などの多くの作品が展示された。改修工事は当初2011年までの予定であったが、工事は毎年のように遅れに遅れ、2014年10月25日にようやくリニューアルオープン同28日より一般公開も再開した。ありがとうございます。